そう、もうだいぶすっきり。カレーぐらいまで短くしたい。はい、さっきのカレーぐらいまで短くしたい。逆に中途半端になると、なんだろう、お任せしたら早いんじゃないかなと。まあその辺はじゃあ清水さんにお任せで。その辺はじゃあ私あれして。これめっちゃ気持ちいいですね。気持ちいいですね。これ。シーシーも気持ちよさそうになるわけだわ。ねえ、シーシーデビューしましたね。デビューしましたね。これくらいでしまうと大丈夫です。大丈夫でしたね。どう？うん。すごいすっきりしてる。ツーブロック的な感じですか？あ、でも横合わせですね。厚みが出ちゃうんで。基本あれですよ。いわゆるこのいつもツーブロック。ああ、そう。ゆりくん基本ツーブロックだって。ツーブロック騎士とかよ。よくあるよね、その問題ね。結構多いよね。シシ、すっきりした？まだ終わってないんだってだけど。最後チェックするからね。最後チェックするって2位に今やってるから。うん、見て、解放された人、解放された人違いますね、終わったら。大怪獣が終わったら全然違う。伸ばすとか言って、長めでとか言って、ちょっとね、でも軽くしてた。自分でどうすか？グッジョブ。グッジョブ。みんななんでツーセクションそんなにあれしてるのか。そうですよね。清水さんはあれですよね、テクニック的なツーセクションの話ですよね。多分今我々が言ってるのはなんかこうデザイン的な。ああ、そうですよね。じゃああっちで流しましょう。はい。なんかすごい声がやっぱすっかり大人。ああ、それすごいコメントで言われますね。そう。今めっちゃ声。めっちゃ声。めちゃめちゃ声がいいね。あ、それさ、喉にいっぱい感あるね。ああ、いや、喉は痛くないけど、なんかちょっと違和感。そうなんだ。おいしい。見て、感が伸びてる。ほら、なんかちょっと寂しい感じもするし。に犬も入ってて、あんま出ないんですけど、じゃ犬アレルギー。猫もね、検査するとなんか微妙に出ちゃうんです。犬どうなんだろう。犬ちょっと出る。長いっていうか伸びたかもしれない。先端がこうだから。離れる。出るだけ。どうなんだ。触るとタイプになっちゃったり。あれはゴリラ。ああ、ゴリラだった。ゴリラね、可愛いよね。いいじゃんで喋ってるんだけど、なんか違う人。声が全然違うから。大丈夫。ああ、かっこいいね。ああ、いいね。あ、疲れた。疲れたね。座って。はい。疲れた。疲れた。最後のチェック。あ、いつも見てる。あ、マリさん嬉しいです。終わった。眠らしいですよ。眠そうですもん。だからちょっと眠いって言われました。これ。巻きます。伸ばしてる。いや、個体戦争。めっちゃ見てる。はい、どうですか。どうですか。いいですか。よろしいですか。よろしいですか。かっこいい。シシかっこいい。すごいかっこいいよ、シシ。シシ、かっこいい、かっこいいよ。なんか今日のね、はい、ベストとめっちゃ合ってますね。シ、かっこいいよ。素敵でございます。ああ、疲れちゃった。よかった。よかった。かっこいいね、シシ。よかった。シシかっこいいよ。2に終わったよって。ママ終わったよってママにも言っておいで。終わったの？見せよここ。わ、いいじゃん。パパ見てる。見てるよ。はい。すごいね。はい、ママ。ゴージャスになりました。すごい髪の毛。巻き巻き。厚みがある。いや、いつももうちょっと短いんですけど。すごいいい感じですよ。ただ、もしかしたら、これで気になるのが早いかもしれないです。でも、面、まあ、なんですかね、横にかかっちゃうから。もう、長いなと思ったら、かけちゃう。まあ、いつもやってるスタイリングで。シーシー、ニーニー見てかっこよくなった？かっこよくなった。どう？うちは、まあ、短くですね。ここは長くなっていた。横がいつもよりちょっとはい、はい、バッチリでございます。ありがとうございます。何？シシ楽しかった。チョキチョキってした？うん、そうだよ。うん、そうだよ。強く残る思い出が月のように切なくて、あなたと過ごした日々を誰よりも大切に。シャンプーでしたね。ゴシゴシした？気持ちよさそうにしてたね。シシも大人になったね。やった。あら、終わった。うん、よかったね。シシもかっこよくなったね。